より小さい東都大学野球、青学大2、1中大、第4週第1日、9日、神宮。青学大が中大に先勝し、開幕から7連勝した。東京六大学野球の日程変更で今カード2戦目は24日に行われるが、第5週の日大戦で青学大が勝ち点を上げ、2位の中大が阿大戦で勝ち点を落とすと、青学大の3期連続優勝が決まる。 投打共に、チームの柱が躍動した。4回無視に三塁から、初谷健新内野手、3年イコール関東第一、の1頃の間に三塁走者を迎え入れ先制。なおも一1、3塁から侍ジャパンに選出された西川師匠外野手、4年イコール龍谷大平安、の中前敵地打で貴重な一点を加えた。投げては、開幕から無失点で、リーグトップを走る先発の小玉幸投手。 4年イコール日大さんが請求よく打たせて取り、6回3分の0を6アンダ無失点でつなぎ、リードを守り切った。西川は、7試合を戦い26打数10アンダでリーグトップの3割8分5輪。毎試合一本出ればチームの勝利に貢献できるバッティングをできればいいなと思って毎試合望んでいます。と、冷静に振り返った。これで開幕から負けなしの7連勝。 この試合で何、連勝などは関係なく、全力を尽くすことが自分たちの勝利につながると思うので、次もまた全員で勝ちにいきたいと思います。と、昨年達成することができなかった4冠へ。リーグ優勝をその第一歩にする。この試合を視察した西武渡辺 GM は西川について、強権強打で瞬足。体に力がある。バットが触れるものいいし、広角に打てるのもいい。 ジャパンでも実証済みだし、いいバッターだよね、と評価し、ロッテエアマスカウトグループディレクターは、ボールを呼び込めて、自分のところに持っていきながら詰まっても逆方向に打てている。選球眼も良くなっているんじゃないかな、と高く評価した。